鍛冶屋の16代目酒本康幸と言いますけれども、私その昔の資料とかいうのはなんかなくなっているんですが、まあ話で聞いたところによると、1600年、約400年くらい昔に、最初の人は藤原の千空入道高森っていう人が奈良かなんかから熊本の方に来て、それでお城の近くで鍛冶屋を始めた。だからその時には最初は刀鍛冶、いわゆる刀鍛冶だったわけですけどね。だけどそれがずっと時代が変わっていくにあたって、もう刀の時代からそういうのがなくなったから、いわゆる野鍛冶っていうか、鍬を作ったり釜を作ったり、包丁を作ったりっていうふうな形で、こう時代の変貌に合わせて作っていくものを変えてきたんだっていうふうに、私が子どもの頃、私の親父のお兄さんがその鍛冶屋をやってましたが、その時に昔の作った火床に吉本忠太っていう名前が書いてあって、これ私のおじいちゃんにあたる方なんだけど、父が一緒に仕事をしてた。で、今私酒本、なんで吉本っていうのがあるんですが、実は私の父は吉本だったみたいです。で、お兄さんと私の父が弟、その奥さんがやっぱり兄弟だったみたいで、お姉さんとお兄さんで、妹と弟が結婚したみたいで、でじゃあ一番上の方の方はもうそのまま吉本の姓を継ぐけど、下の方の私の父はじゃあ嫁方の奥さんの名前を継ごうということで、吉本から酒本姓に変わって、そのおじはもう、20年くらい前亡くなって、親父の代になった時に、じゃあ僕も一緒にこれから継いでいくから、もう今まで吉本鍛冶屋だったんだけど、その酒元に変えないと吉本鍛冶屋の酒元っていうのも分かりにくいからっていうことで、親父と相談したら、ああじゃあそれいいよっていうことで、酒元鍛冶屋っていうふうに名前を変えて、そのままだから歴史はずっとつながってるんだけど、名字だけはそういうふうに、だからもともと藤原だったのがどこかでやっぱりそういうふうな形で変わってきたんだろうなっていうふうに思ってるんですがね。日本ではやっぱり長男が仕事を、その家計の仕事は継いで、それで次男や三男はどこかに行くっていうのが普通の形なんだけど、どうしてもこう一番上の兄なんかがもう鍛冶屋なんてやらないっつって、みんな嫌だ嫌だっつって逃げて行ってしまって、他の仕事に就いたから、結局最後に残ったのがたまたまに僕で、ああこれはちょっと、これ長く続けてきた仕事をそのまま残すのはなんか悪いかなっていうふうに思って、それでじゃあ仕事やってみようかなって思ったんですけどね。それはもう私が、25ぐらいの時にそんなことを思って、それで父が元気な時にいろんなことを教えてもらいながら。 When I was 18 and I traveled to Japan, I immediately enrolled at the karate dojo in Kumamoto.And at the karate dojo, there was a student who had a little scooter, and he was kind enough to lend me that scooter to kind of bomb around and explore the city a little bit. As I was bombing around, I passed north of Kumamoto Castle. I saw this really old historic looking building, and it kind of had a display window in the front of it. And in that display window were several large and very impressive blades. 私たまたまに仕事をしてたら、なんか外人の顔もうそのまま外人の人が、
来て、入ってこられたんですね、お店に。After I met Mr. Sakimoto, with a bit of trepidation, his wife brought us a couple of glasses of tea, and we sat down, and I tried to explain that I had come to Japan to study karate, and that I had a very deep and strong interest in blades. それで、弟子にしてくださいなんて話をされたんです。で、私はもちろん弟子なんて取る気はさらさらないから。But I do recall,As I was leaving, I asked, you know, can I come back and visit from time to time? And he said, yeah, dozo, dozo, itsu demo irashai. And he said, you know, come back whenever you like. 遊びに来る分には来てもいいけど、適当に遊んで行ってちょうだいよというふうな軽い気持ちで。And then I really started to go quite regularly and watch him as he was working in the shop. 最初に遊びに来た頃はまだ英会話の教師みたいなことをやってたんで、まあところがその生徒さんがまだ学校に行ってる間は何もすることがないからうちに来るんですね。でそれがもう毎日毎日ずっといるような感じで。It was informal from the perspective of he let me into the forge anytime I wanted. I built my own little workbench in there to keep my own tools on there. I would go in and make knives in my own time. もうなんか家族みたいな雰囲気になってきて、ごく自然に時間を過ごす楽しい時間を過ごすことができたのが。And as I was making knives, of course, he would be watching me work. He would see what I was making, and then giving me advice as to what regions in Japan specialized in what kind of processes or steps that I was struggling with. やっぱり鍛冶屋っていうのは私なんかも父から習っただけで、もう父の仕事それからもちろんうちにはそのおじの時代にはやっぱり他の弟子の人たちがいて、鍛冶屋をやるときにハンマーいわゆる機械でやるんじゃなくて、昔は向こう打ちって言って一人の人が中にいて叩くのに周りに3人ぐらいがいて向こう打ちって言ってトン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 とやってた鍛冶屋をやってて、そういう時にはもう弟子みたいな人がやっぱりうちにもいて、そういう人たちが別のところにも独り立ちしてやってた方なんかも熊本のちょっと離れたところにいらっしゃったわけで、その人たちとの交流も私当然あったわけで、まあその人その人によっていろんなところでいろんなこうやり方があるんだっていうのを見てたんで、私。For example, he would tell me that they were really good at forge welding in Kawashiri, or that they were really good at making the professional chef's knives in Sakai, Osaka, or they're really good in the exporting of knives and the marketing of knives in Seki City, Japan.So I would travel to those different areas, sometimes for a couple of hours, as in the case of Kawashiri, or in the case of some of the more distant places, for days, weeks, and even months at a time. 私のやり方を全部森に押し付けようなんていう気はさらさらない。いろんなところでいろんな作るものだって違うわけで、海辺のところで使う道具と、それから山の方で使う道具ではまた違う。全部それぞれいいところあるから、一つのことにこだわることなくいろんなところを見てくることによっていろんないいところを吸収できれば、その方が森自体も立派に大きくなれるっていうふうなことがあったっていうふうに思って、まあ別に私がこうしなさいああしなさいということはやりたくはなかったっていうことですね。So I really kind of put my heart and soul into making a blade that was about, about 22 inches long. And it was very successful, and it took many, many days to make. And, used up, hundreds of pounds of pine charcoal forging it. And, every day Mr. Sakimoto was getting kind of like a step-by-step progress report, just because he was passing through the forge in his daily comings and goings.
And really, I think it's when I quenched that blade in water and ground it and then etched it so you could see that fine, fine pattern of, I think I had something like 10,000 layers in that blade with a, you know, a softer inner core and a harder outer shell. That's, I think, impressed him that, you know, although my skills still needed refining and I was still kind of like just a, like a first degree black belt in karate, you know, I think I had demonstrated the willingness to acquire the skills and that I had acquired the first level of proficiency. And that's when I think he became comfortable saying, you know, he put his hand on my shoulder while I was in the forge, which is a lowered pit. So that's just where his hand would have fallen as he walked by me. And he said, you know, you're going to be, how's it feel to be number 17th Yoshimoto bladesmith? それはもう私のレベルのずーっと上の方を言ってる。それくらいあのすごい成長してるし、なかなかそういうあのもう私なんかもかなわないなと思うくらいです。正直もう、はい、オープンハウスをやるっていうんで行ったら、あの玉鋼っつって、まあ、刀なんかを使う時のあの材料を自分で叩いて、もう沸かしつけて、きれいに伸ばして、はあ、こんなにできるようになったんだって、もう正直びっくりしたぐらいで、それもすごいコントロールがうまくやってるのを感心して見てきました。ご先祖様は毛利さんがこういう鍛冶屋さんをついてるっていうのをもし聞いてたとしたらどう思われると思いますか？そうですね、びっくりするのかもしれませんね。でもそれは誰がやっても、私もその16代目を継いだにあたって、もう兄貴たちもみんな誰もしない、私しかいないから、たまたまに私じゃあその16代目っていう形になったわけで、じゃあ17代目毛利に私やってくれないかって言った時に、なんか肩の荷が降りてほっとしたというか、もうそれくらいでやってもらってて本当になんか自分がほっとしたっていうのが正直な気持ちですね。こう続いてきた歴史が切れるっていうのはやっぱり寂しいもんで、それがたまたまに私が16代目をやったけど毛利がそれを継いでくれるならば、こんなに嬉しいことはない。やってくれてもう本当に、だから先祖も多分それは喜んでると思いますね。むしろ場所ではなくてその気持ちで、毛利の持ってるハート、気持ちっていうのはより日本的ですしね、そういう意味ではどこでやっててもそれは変わることないと思いますし、だからもう誰が都合が、どういう人が都合が、それはもう問題ない。その気持ちだけ、毛利の気持ちを分かってくれる人が文化として残っていけばそれでいいと思ってます。だからそれはもうどこでやってても日本の文化の鍛冶屋としてのブレッドスミスというやつはもうそのまま彼の体の中に染み込んでるし、その技術の中に染み込んでるわけですから、どこでやられてもそれはもう問題ないっていうふうに。 So as 17th generation Yoshimoto bladesmith, it is my responsibility, a very grave responsibility, to find someone and then teach them in the traditional ways so that they can become the 18th generation Yoshimoto bladesmith. You know, it's my teacher's strongest desire that the lineage be unbroken and continue on. 村の鍛冶屋、日本でいう村の鍛冶屋、もうそのちっちゃな町村に一つ、前は10軒も20軒もあったのがだん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 減ってきて、もう一つにあるかないかっていう時代になってきた。これはやっぱりもういろんなテクノロジーっていうか技術、機械がどんどん成長していったから、その鍛冶屋っていうものはだんだんもう忘れられていく存在、
それもそれを後を継ぐ人がいないからもう亡くなっていくような状況にある中で、やっぱり森みたいに頑張って日本の心を伝統を守っていこうというやつがあるから、むしろ心強いし、それがそれこそ伝統を守っていくっていうことにつながっていくんじゃないかななんて思ってます。In Japan, this idea that a lineage be unbroken and continue on generation after generation is held in very high regard. まあそれは全然彼の気持ち変わらないでしょうね。今のまんまずっと突き進む。それも彼は非常に行動的な人間だから、そのもうそれは若い頃からそうだったように、ずっとこの気持ちがずっと続いていくんじゃないかなと思うし、その心を 大切にやしていただきたいなっていうふうに思ってます。 For me, it has some very tangible consequences on how I actually make knives. It means, you know, I, although it could be tempting, never want to cut corners on how the knives are made. I don't want to cut corners on the quality. You know, when that 18th generation Yoshimura bladesmith in the future is making knives, I want him to kind of be reverent and understanding as to why, you know, we choose the best steels, the best techniques for making knives, even though they're labor intensive and skill intensive. I want there to be a respect and reverence for the tradition itself. And when they pass it on to the 19th generation, I want them to uphold, you know, again, only the strictest standards, so that nothing gets watered down over time. Nothing, there's no kind of sellouts or compromises to the quality or to the process or really to the reverence and respect that the tradition deserves. 先ほどもお話したように、私がたまたまに16代目、モーリーがたまたまに17代目になって、18代目が誰がなろうが、どういう人がなっても、もう何にもそれがつながっていくことに意味があるわけで、切れないことが、まあいつかはそれは切れるのかもしれませんけど、なるだけなるだけずっと続いてもらいたいなっていう気持ちですね。